はい、それではですね、いくつかですね、まず質問を、していきたいと思います。引退されてもう2年ですね、はい、そうですね、はい、もう親方というふうに立山親方って呼ばれることにもうお慣れになりました。もう慣れましたね。あ、そうですか、はい、はい、もうスーツもバッチリ。スーツもバッチリですね。なんか皆さんに大体ネクタイでなんか結構、あ、そうですね、それはなかったですか。まあ、僕はあの学生時代にネクタイしてましたので、ええ、あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあもうそのあたり、はい、じゃあもうスーツもきちんと、はい、わかりました、はい、ではですね、相撲界にこう入って、それから部屋での生活とかですね、そういうところをちょっとお伺いしたいと思います。まずあの相撲に興味を持ったきっかけというのは何でしたか。あの小さい頃、はい、まあ、小学校低学年の頃に、はい、あの大きくて強いものに憧れがあったんですよ。あ、それであの青森県の鰺ヶ沢町っていうのは、はい、すごい相撲が盛んで、はい、まあ、身近にあったのが相撲なんですね。それで相撲に興味を持ったって感じですかね。あのやっぱり男の子だとやっぱりみんな相撲を取るみたいな、そういう環境ですか。そうですね、あの小学校に、あの校内相撲大会っていうのがありまして、はいはい、1年に1回はもう男はみんな回しをつけて相撲を取るんです。あ、じゃあそこで強くなりたいみたいな。あ、まあ、そうありましたね。やっぱり一番でありたいっていうのは、はい、あ、なるほど。もう子供の頃から体大きかったんですか。そうでもなかった。そうですね、でもあの後ろから数えた方が早いっていう感じで、一番大きいわけではなかったです。で実際その大会で優勝されました。小学校の時はそんなに強くはなかったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。まあ、あの同級生に、はい、まあ、ちょっとしたライバルが何人かいたりして、はい、勝てなかったですね。あ、そうですか。で、中学校、高校と、はい、そこでも相撲を続けたっていうのは何か理由があったんですか。まあ、小学校を卒業するときに、はい、そこでちょっとその大相撲プロに行きたいっていうのがあって、はい、で中学校で、まあ、相撲やったんですけど、はい、まあ、中学校卒業して本当はあのプロに入ろうとは思ってたんですけど、はい、あの親がどうしても高校は卒業してくれると言われたので、はいはい、まあ、じゃあ高校入ろうかなって言って高校入ったんです。まあ、それで高校入ったら入ったで、あの、はい、大学からあの、はい、特待でどうですかっていう声がかかったので、はいはい、じゃあ大学も行こうかなという形で、はい、で近畿大学ですね。そうですね、はい、で、大学に進まれて、はい、でやっぱり相撲大相撲入りたいっていう、そうですね、分からなかった。中学校の時に声かけてもらったんですね、はい、あの今の師匠に、はい、それから、高校大学でずっと声かけてもらってたんで、はい、まあ、プロに入るっていう意思はずっと変わらないまま、あ、プロを目指しながら高校大学っていう感じで、はい、進んでいきました。じゃあもうあの伊勢ヶ浜部屋に入門を決めたっていうのはもう子供の頃から。そうですね、中学校のところに声かけて、ずっと声かけてもらった師匠に、はいはい、やっぱりあの恩を感じてたので。なるほど、はい、絶対入るならここの部屋だっていうのは決めてました。そうですか、はい、あの伊勢ヶ浜部屋のこう部屋の雰囲気っていうんですか、そういうのはどんな特徴がありますか。まあ結構明るいかなと、他の部屋がどうかわかんないんですけど、みんな和気あいあいとしてる感じですよ。あ、そうなんですか。あの割と人数が多いような感じもしますよ。部屋の歴史の数も多いですよね。はい、まあ、そのみんな面白いですよ。あの元旦に伊勢ヶ浜部屋であの新年会をやるんですね、はいはい、力士と、はい、まあ、裏方さんと親方とか集めて、はいはい、その時に、まあ、若い衆はもうみんな一発芸しようみたいな感じで、結構面白いです。でみんなでこう
和気あいあいとして、はい、でもよく伊勢ヶ浜部屋の合宿なんて聞きますと、はい、結構厳しいっていう、そう、稽古に関しては厳しいですね、相撲の番数がもう多いんですよね、うちの部屋一人何番ぐらいやってるんですか。最低50番じゃないですかね。もうそれはもう決まってて、そうなんですね。あのノートにこう書いてるんですよ。呼び出しさんとか、はい、書いてて、でみんなこう今何番ってこう気にしながら50番だとか。なるほど。で、伊勢ヶ浜部屋に入られて、その当時入門された時のなんかこう目標っていうのはどのあたりありましたか。目標ですか。やっぱ小学校中学校の頃は横綱になるぞとか思ってたんですよ、はいはいはい、でもやっぱ高校大学っていくにつれて、うん、やっぱ自分のレベルが分かってくるじゃないですか、はいはい、そして入ってきた時は、うん、重量いけるかなとか思ってたんですよね、うん、でも目標としてはやっぱ三役ぐらいは行きたいなと、うんうん、自分の地元の先輩である舞の海関が小結びだったんですよ、はい、小井が、はい、そこは越したいなとは思ってたんですけどね、うんうん、はい、なるほど。やっぱり入門して、番付が上がっていって、はい、で、その目標に近づいていく、その時になんかこう憧れの力士っていうのはどなたかいらっしゃいますか。無双山ですね。これは何か理由が。押し相撲の迫力っていうのは小さい頃に見て、はい、かっこいいなと思ってましたね。親方もやっぱり押し相撲ですよね。そうですね。じゃあ無双山関のような相撲を取りたい。それで重量上がった時も、うん、一応銀ネズの回し、同じ色の回しをちょっと作ってもらったんですよね。しこ名はもう入門されてすぐに誉れくじのしこ名だったんですかね。結構すぐに。すぐにですね。はい、つきましたね。これはどなたが。親方ですね。師匠が、はい、何かこう意味はあるんですか。いや、何でしょうね。各界の誉れになるように頑張れって言われましたけど、はい、よく意味が分かんないです。富士は師匠の朝日富士富士ですね。はい。で、相撲界入ってですね、はい、中の良かった力士ってどんなのかいらっしゃいますか。付き合いがあった力士。あまり私他の力士とあまり仲良くするのが好きじゃなかったので、あまり仲良くはしてなかったんですけど、僕が入って1年後に入ってきた宝富士。後輩、青森県の、近代の後輩なんですけど、はい、宝富士とは、よく喋りますけど、他の部屋とはあまり喋らなかったです、ね、そうですか。やっぱり周りがみんなライバルだっていう感じですか。そうですね、その中で誰かこう1人、2人、この力士にはなりますとか、その中でもやっぱり日大大学で一緒に同期で入ってきた秋瀬山ですね。今も相撲を取られてますね。そうですね、本当に彼この年になってもまだ挑戦し続けてる姿を見ると、勇気をもらうというか応援したくなりますね。なるほど。じゃあ今の秋瀬山さんがライバル。そうですね。あと部屋の、ちょっと生活に入ってくるんですけど、ちゃんこで何かこう好きなもの、好きなちゃんこってありましたか。ちゃんこ鍋でもいいです、鍋でもいいですよ。普通のなんか、うち醤油ちゃんこをほぼメインで出すんですけど、たまに塩ちゃんこ、はい、で本当のたまにイカとか差し入れやった時にイカでちゃんこ作るんですけど、はいはいはい、
まに食べるとめちゃくちゃ美味しく感じるじゃないですか。だからまあいいかのこのちゃんこを、うんうん、なんか食べたいなって思います、ね。醤油ちゃんこはもう食べ飽きて。あ、もう毎日食べてるじゃないですか。まあうちの部屋はあんまり力士だけの食事でちゃんこ鍋を作らないんですよ。あ、そうなんです。普通に味噌汁とか。そういったものなんですけど、お客さん来た時だけちゃんこ出すんですよ。なるほど。だから最近お客さん呼べてないんでちゃんこも食べれてないですね。じゃ あ, 逆に普通にカレーが出たりとかそういうのが多いんですか。はい、そう知らなかったですね。やっぱり、ね、相撲部屋っていうとやっぱりちゃんこ食べてたなという、うん、鍋を食べてたなという。ちゃんこあった方がいいと思いますけどね。あ、僕的にはやっぱ。いや、あの親方ちゃんこ番もされてた時ありますですね、はい、そうですね、若い衆4年やりましたから、はい、じゃあそうするとどっちかというとその鍋っていうよりは普通の何ですかおかずとかいうかそういう感じで作っていらっしゃる。そうです。私あのチキン南蛮が得意でした。あ、美味しそうですねクックパッド見ながらそれは何ですか、ちゃんこ版の何て言うんですかね、好きなものを作っていいみたいなのはあるんですか。そうですね、ちゃんこ版になったら一人一品作れよみたいな感じで。あ、じゃあそれはじゃあ自分の好物をちょっと作っちゃおう。食べたいもの。あ、はい、いいですね、それも。楽しそうですね。今日僕これ作りますとかって、ハンデ。あ、決めて。あ、なんかそれも楽しいですね、楽しそうですね、なんかね。はい、そうですね。まあ現役続けていくとやっぱり怪我したり、病気したり、あると思うんですね、そういったものにどういうふうに付き合って対処されてました。怪我とかですよね。どうしても、ね、力士の皆さん怪我が多いですよね。うちの部屋は結構怪我に対して厳しくて、はい、親方はもう怪我してても浮き上げた気合いだって言ってくるんで。我慢してましたね。もうとりあえず我慢して稽古してました。まあ、あまり痛いとか言わないで、もう本当動かなくなったら、はい、もう動きませんって言いに行きますけど動く限りはもうやってました。で実際そのなんていうんですか、本場所でやっぱり怪我したりっていうのもありますけれども、はい、そういう時もやっぱりあまり言わない。あ、親方に対して。そうです。そうですね。あ、言わないで。はい。言っても意味がないというか、気合が足りないって言われるだけなんで。じゃあ、頑張って相撲も本場所に出ると。はい。はい。で、まあ、師匠からいろいろアドバイスがあったりしたかと思うんですけど、何かこう、印象に残っているような言葉とかありますか。はい、印象に残っている言葉というよりも、うちの師匠の教え方というのは、はい、もうレベルが高すぎて、あ、まあ、僕自身、はい、やってる稽古場で教えられてやってるんですけど、はい、できない、できてない、できてないってずっと言われ続けたまま引退しました。それはやっぱり師匠の到達したレベルみたいな。そうですね、高いんでしょうね。師匠は天才型だと思うんですよ、僕。あ、相撲も。なので、はい、そういった人の教え方ってやっぱこう、はい、自分はできるじゃないですか、うん、なんでお前できないんだっていう感じでって言われるんで難しいんですよね。なるほど、ね、まあ、そういった中でですね、まあ、番付上がって、まあ、幕内到達して、親方がですね、結構巡業でですね、結構活躍されてたというような。あ、私ですか。そうです。はい。ね、あ、活躍というか、ね、特に子供との稽古で、ね、はい、大活躍。そうですね。まあ、でも自分がやってた子供との相撲の、うんうん、なんかこう、あるじゃないですか、はい、あれはほとんど味川親方からパクったもので。あ、そうなんですか。
阿智川親方がやってたのを見てちょっと真似してやってただけなんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと自分なりにアレンジを加えましたけど、やっぱ僕の師匠は阿智川親方ですね。子供相撲子供とちょっと相撲を取るのは楽しかったですか。そうですね、子供好きなんですよね。あ、そうなんですか。はい、あ、それは、ね、結構最後の決め技が、なんとかヘリコプター。あーそうです ね、あれなかなかちょっと子供と協力しないとできないんで、ちょっと相撲取りながらちょっと協力してとかって言うんですけど、はい、全く協力してくれなくて、たまにうまくできない時もあるんですけど、あ、ただ担いでるだけじゃない。子供が固まってくれないとこう暴れるとこう回せないんですよね。だからちょっと固まっといてって言ってもなかなか言うこと聞いてくれないですよね。なるほど、そういった苦労があったんですね。そうですね。さて、ではですね、この次はですね、立山親方のちょっと取り組みについてですね、お伺いしたいと思うんですけど、まあ、押し相撲だというところなんですけども、こう自分の相撲の特徴、まあ、自信のあったところ、はい、このあたりはどこになりますかね。やはり、どっちかましですかね、立ち合いから当たっての、まあ、右の力は結構自信あったので、はい、頭で当たってから、この右での突っ張りから、こう、押していく。うん、まあ高校の時に左の肩を痛めて、そこからあまり左が使えないので、やはりその右に集中するというか力がついていったので、まあ、右で起こしてから相手を一気に持ってくる、まあ、そういった相撲でしたよね。苦手だったというかですね、はい、この相手嫌だなっていう方がいらっしゃいました。大砂嵐に全然勝てませんでしたね。大砂嵐、突っ張りですか。大砂嵐、あとアムール、ここも二人は苦手でしたね。アムールさんはどちらかというと四つ相撲ですかね。そう、低い頭つけたりもするんですよ。まあ、中に入らせてくれない。やっぱりもううまくかわされたりしてですね、足取られたらもう動けないですしね。今ですね、博物館では、はい、この間引退された白鵬、はい、横綱白鵬の展覧会やってるんですけども、はい、同じ一門ですけど、はい、白鵬さん、白鵬関、はい、どのような存在ですか。超人ですよね。僕結構稽古場では、はい、力出すタイプの人間なんですよ、はい、で入りたての時に、はい、白鵬関が横綱になったぐらいだと思うんですけど、稽古場で勝っちゃったんですよ、ほう一番、ほう、そしたらもうこうやって捕まってですね、そっからも勝ち上げの連チャンで、もう鼻でブワーッ流しながら、もう10番ぐらいですかね、もう勝ち上げの連続で殺されるかと思いました。まあそれでも、やっぱこう一門なんで出稽古とか来るじゃないですか、はい、それでも僕はもう勝ちに行きましたね。もう本場所で本当に相撲取りたかったんですけどね、僕はそこまでちょっと行けなかったのが残念ですね。でも、その横綱白鵬と稽古したというのはすごくいい経験だったですよね。そうですね、まあ、いい経験ですよね、はい、はい、ではですね、ちょっとここからですね、親方の思い出の一番をちょっとですね、放映したいと思うんですけど、どの取り組みか挙げていただければと思うんですけども、まあ、初めにそうですね、一緒に入った同期のライバルとしての秋瀬山ですね、はいはい、一番ですよね、はい、ではちょっと準備しますので待ってください。
この一番はどういったものになりますか。あの優勝決定戦序二段ですかね。序二段で、はい、込まれてですね、ちょっと思ったんですけど、左の突き落とし決まった時はもう嬉しかったですね。やっぱり優勝かかってましたし、序の口で優勝を逃してるんですよね。あ、前の場所ですか。そうです、前の場所で、まあ、悔しかったのもありますしね。前の場所が5勝2敗なんですね。はい、まずこの1番を挙げていただきました。まだ入って本当に間もないですね。そうですね、はい、で、実はもう1番選んでいただきました。次はどの1番ですか。は、栃ノ心の1番ですね。はい、三役は栃ノ心が三役から落ちて復帰して上がってきた時に当たったんですけど、はい、やっぱ周りは実力者だから、はい、何ですか、まあ、自分が勝てるとは思ってなかったみたいで、うん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 、そんな中で勝った一番だったんで嬉しかった。なるほど、はい、じゃあちょっとまた準備します。頑張ってください。この時はどこが良かったんですか。そうですね、回し取って前一気に攻めたっていう、はい、なかなか自分回し取ることないんですけど、はい、まあ、たまたま右の回しが取れて、はい、まあ、そのまま走るしかないなと思って、あ、一気に走ったのが良かったんですよね。栃ノ心関は回し取るとすごい力が強いですね。そうですね、だから回し取らせないように、うん、まあ、自分は取って、うん、でこの場所栃ノ心が優勝してたんですよね確か。あ、じゃあその中で勝った一番なんで結構嬉しかったですね。うん、はい、この2番を親方に選んでいただきました。はい、ですね、今も親方部屋で稽古はつけていらっしゃるんですか。つけるというか、まあ、ぶつかり稽古は出すぐらいですね。あ、なるほど、はい、じゃあそうすると、若い力士たちと、はい、こう接してですね、伊勢ヶ濱部屋でなんかこうこの力士が将来いいなっていう方いらっしゃいますか。まあ、皆さん知ってるかと思うんですけど、はい、熱海富士。あ、今お、彼はですね、いいと思いますよ。高校卒業で負け越しなしで、はい、今もう十両に、ね、手前まで来ましたね。本当すぐ上がりますね。お、どこがいいですか彼は。いいとこ、まあ、いいとこ、素直なとこですかね。あ、なるほど。インタビュー面白いですよね。なんか稽古場では言ったことやらないんですよ、はい、やれって言ってもやらないんですけど、あと場所で相撲を取ってるとやるんですよ。お、なんか変わってるんですけど、まあ、でもね、稽古場でいくら勝っても場所で勝たなきゃいけないんで、うん、それはそれでいいと思います。なるほど、はい、まあ、これからなんですけれども、はい、まあ、どんな親方になっていきたいと思いますか。ね、まあ、その力士の意見もしっかり聞ける親方でありたいですね、うん、はい、
頭ごなしに言うんじゃなくて、どういう考えでそういう行動をとってるのかまず聞いて、でそれに対しての、 答えを出してあげたいなって思います。ではこうどんな力士を育てていきたいというのがありますかね。力士に向いてないかもしれないんですけども、まあ、優しい周りに気を使える力士を育てたいなと思うんですね。その優しさっていうのは何かこう相撲に何かつながってくるとあるんですか。相撲につながることはないんですけど、うん、やっぱり人として人間として、うん、周りに気を使える人であってほしいな、うん、まあ、土俵の上ではね、やっぱ一種格闘技ですから、はい、もうそういう部分は捨ててもうやっていいんですけど、うん、やっぱり土俵を降りてる時間の方が長いわけですよね、うん、そういう時はやはりその人に優しくできるような人であってほしいなと思います。本当こう立山親方とお話しすると親方もすごく優しい、ね、そういう感じがすごくよく伝わってくるんですけれども、はい、私の半分は優しさでできてます。ねえ、本当に。ではですね、親方にとってまあズバリ相撲とは何ですか。まあ、こうやって親方になって思うんですけど、歴史とか文化とか神事とか、うん、まあ、その中でのやっぱ競技格闘技っていう部分で、うん、まあ、守っていかなきゃいけないものたくさんあるなって思いますね、うん、じゃあそのまあその担い手でも親方はあるわけですよね。そうですね、まあ、協会のためにですね、これから相撲を発展させていく上でさらに守っていかなきゃいけないものもありますし、はい、わかりました、はいはい、ではですね、まあ、今場所始まってに、まあ、今日で3日目ですけど、はい、まあ、見どころを挙げていただければと思います。そうですね、うちの部屋の横綱照ノ富士の、まあ、連勝がどこまで続くのかというところもありますけど、阿炎もいい相撲取りますね、最近は。ずっと阿炎の相撲もちょっと見どころの一つでもありますね。阿炎はまあ突っ張りですけど、ちょっと親方とはタイプが違うんですね。違いますね、長い手、まあ、身長も大きいですし懐も深いのでタイプは違うんですけど、その一回休場して落ちてから上がってきた阿炎の相撲はまたこう圧力があって、すごい突っ張り、いい突っ張りするなと思いますね。やっぱり以前よりはまた進化してる。そうですね、はい、なるほど、わかりました。はい、親方、断髪式はいつになりますか。2月の19日に、はい、はい、部屋だけで、部屋だけで受かって、そうですね、講演会とか、はい、はい、国技館の土俵でですかね。そうですね、はい、まあ、2月ですともう間もなくということになるんですけど、はい、負けとお別れということで、どんな感じでしょうか。なんかさっさと切りたいなと思ってたんですけども、はい、やっぱこう近づくにつれて、はい、なんかちょっと寂しいのかなっていう気持ちもちょっと出てきましたね。なるほど、はい、師匠に最後、はい、ハサミ入れていただくときに、はい、やっぱりちょっと泣いちゃいそうですかね。それはないですか。わかんないんですよね。僕はあんまりこう感情を持ち合わせてない人間なので、はい、そのあまり泣くことはないんですけど、うん、この前ちょっと断髪して切り終わった後のトークを考えたんです。で、その頭の中でトークを言ってたらちょっとうるっときたところもあって、あ、これ泣いちゃうのかなとか思いながら、そこは分かんないですね、うん、じゃあ当日実際断髪される時にどんな感じが出てくるかですね。はい、嘘泣きしてるかもしれませんけど。はい、
ではですね、最後に親方からですね、はい、皆様に、今日お越しの皆様に一言いただければと思います。今日本当に私のためにこんだけ集まっていただいて、僕本当に嬉しくてありがたいと思ってます。まあ、今後とも相撲協会に残りますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のですね、記念品、先ほどノートブックをご紹介しましたけども、今日は親方の方からですね、歴史カードを、ね、いただきました。これは親方からのプレゼントでございます。はい、それではですね、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。それで本日のですね、トークイベント終了となります。ありがとうございました。はい、では親方退場されますので、皆様拍手でお願いします。